岐阜県第二区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止島で定数は4。現在の小選挙区では、4区、5区の全域に該当する。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の、 区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数59万4505人、投票率76.15%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数56万8842人、投票率 82.20%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数。54万6005人。投票率 81.。81.14%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。53万4314人。 投票率 74.、74.77%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、51万3322人、投票率 82.、82.59%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、50万7226人。 投票率 78.、78.22%第34回衆議院議員。総選挙12月5日、執行当日有権者数、49万2487人。投票率 77.、77.93%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、47万2803人。投票率、 81.90%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、459,296人、投票率 86.、86.10%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、434。532人投票率、 86.41%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数429,644人投票率86.88%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数417,670人投票率 84.08%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数40万5142人投票率83.08%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数38万6129人投票率81.28% 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、37万6643人、投票率 80.、80.34%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、38万4857人、投票率 79.、79.77%第24回衆議院議員、 総選挙1月23日執行当日、有権者数35、355,113人、投票率 80.、80.97%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数35、355,233人、投票率 71.、71.43%。ありがとうございます。